歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さんユニバーサルクールジャパン2023のオープニングセレモニーに出席。市川團十郎。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが私はのタイトルでアメブロを更新。下の画像。USJ 最高でした。特に明日1月17日から始まるユニバーサルクールジャパン2023の目玉のスパイファミリーとコナンとモンハン、子供たちともう一度やれるならスパイファミリー、一人で集中するならコナンに挑戦したい、そして仲間とならモンハンをぜひ。いやー楽しかった、また行きたい、ありがとうございました。なんかこの話を聞くだけで本当にやりたいですね。本当に本当に、まあ、私も本番機会があったら行きたいなというふうに思ってます。ファンからの感想は、お疲れ様でした、次はぜひれいかちゃん勸玄くんとご一緒に楽しまれたらいいですね。お疲れ様でした、ユニバのお仕事今度は勸玄くんれいかちゃんとご一緒だといいですね。今日も寒かったですね、お気をつけて帰ってください。私の感想は、10年前に家族でユニバに行きました。土日は一つのアトラクションで数時間待ちなので平日がおすすめです。開園時間前に行き閉園まで子供たちは同じ乗り物を何度も乗り楽しんでました。本当になんか休みの期間とかなりますと本当に学生さんとかもかなり多いので、一番いいのは本当の平日が一番おすすめです。私はたまたま、会社を平日に休みまして、で、まあ、たまたま、学校行事の絡みで、子どもたちが一般の 人らは学校なんですけど、たまたま、子どもたちの行ってる、学校が、行事の関係で、休みってことがあったんで、まあ、その日を利用して、行きました。朝本当に、8時ぐらいに前には行ったんですけど、本当に開園前からも結構駐車場に、止めてる方も多くて、でも いざ行きますと、結構みんな分散して、まあ、それぞれの、まあ、アトラクションっていう形 に乗ったりしてましたので、まあ、最初に開園の時だけ10分以上ちょっと待ったんですけど、それ以降は、何回も、乗り物に乗って、で終わったらまたすぐ並んでまた同じやつを乗るっていうことも何回もできましたので、まあ本当に、機会がありましたら、本当に平日の一般の方が休みの日が一番おすすめだというふうに思っております。市川團十郎さんユニバーサルクールジャパン2023のオープニングセレモニーに出席、市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。